皆さんこんにちは、小林薫です。お元気ですか？お久しぶりです。約2ヶ月間、ご無沙汰していましたが、実はツアーに出ていました。イタリアにあるオリエントフェスティバルという、催し物に9月のナポリから始まり、ペルージャ、そしてサルデーニアと行ってまいりました。私がそのオリエントフェスティバルでどのような活動をしていたのか、またそこで知り合った素晴らしい、アーティストの日本人の方との、出会い、そして、休暇をどのように過ごしたかという、動画を作りましたので、どうぞ、ご覧ください。まだまだバカンスは始まりません。お仕事に戻りましょう。おはよう、頑張って。お客さんとかね、貨物線とか、本当向こうなの。
うなの。そう。そう、なんかあのプライベートの港みたいな。ね。やっぱりお家かもね。お家かも。この先に行ったらそのおしゃれなお店があるんですか。のはずなんだけどね、もうテンパラレン。そうそう。